湖すごく綺麗ですよ。そうだけど。行こうよミオさん。せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。あっ、私水着持ってない、だから泳ぐのは無理。ん、お母さんなんで。こんなこともあろうかと二人で相談して用意しておいたのねえ。あ、私みんなの撮影係するから、だから泳ぐのは無理って。なんであるの。こんなこともあろうかとねえ。あ、いつの間に。サイズとかどうしたの。松本さんに聞いたらミオさんのサイズ教えてくれたよ。ライフイズビューティフル。ミヤコさんに乾杯。それはそうと、ミヤコさんのサイズだけど続く。ミヤコさんを初めて見た時の光景が今も私の脳裏に焼き付いて離れないの。あの日から私の人生は変わってしまった。そう、ミヤコさんは私の運命の人。運命に導かれるように私はミヤコさんの姿から片時も目を離さないように生きてきた。それが私の人生。これで本当にいいの。え、そんなことで何でもやる券使っちゃっていいの。いつかもっといいことに使えるかもしれないのに。もっと。そう、だってその券に有効期限はない。お姉さんのお誕生日にあげた何でもやる券ですね。ノアちゃんとハナちゃんの2枚使って水着着るの勘弁して。そんなに嫌なんですか。つまり5年後10年後とっておきのチャンスがあるかもしれないのに。とっておきのチャンス。ちょっとノア、変なこと言わないで。やっぱりやめとく。いつか取り返そう。もっともっと。